ました。ひっそりこっそりのお時間です。今日は座ってできる簡単なエクササイズをご紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。本日は二の腕のトレーニングを行っていきます。体の横で肘を曲げてスタート姿勢を作ります。肘を支点にして肘の曲げ伸ばしを繰り返していきましょう。ペットボトルなどを持つと強度を上げてトレーニングを行うことができます。10回の 2,3 セットを目安に行ったら反対の腕も同様に行ってみましょう。